はい、本日はですね、こちらノースフェイスの、靴を紹介していきたいなというふうに思います。ティッシュの上にね、靴を置くという変わったスタイルでお送りはしてるんですけども、まあ、この辺はあんまり気にせずね、見ていただきたいなというふうに思うんですが、ノースフェイスの靴ということで、僕以前ですね、ノースフェイスで買ってはいけないアイテム3選っていうのをご紹介したことあるんですけど、その一つの中で、スニーカーっていうのはちょっとやめた方がいいかもしれませんっていうお話をしたことあるんですね。まあ、僕の実体験、購入した感覚的にちょっとスニーカーはどうかなと思うんです、みたいな。まあ、ただブーツとかそういうアウトドアに特化したやつってやっぱりさすがですよねみたいな話はしたことあると思うんですけど、今回はね、まあ間ぐらい、スニーカーと言わればスニーカーな気もするし、アウトドア用品と言わればアウトドアの用品な気もする。でも一応名前がね、ベースキャンプモック SE って書いてるんですよ。女キャンプやないかいってことなんですけども、まあキャンプってことはまあアウトドアですよねということでご紹介していきたいなというふうに思いますので、まずはちょっと開封してる様子見てもらいましょうか。はい、それでは開けていきましょう。ズドーンと開けていくとここに入ってるんですね。確かにスニーカーというよりはスニーカーの気もせんでもないけども、キャンプアウトドアっぽいっちゃアウトドアっぽい感じもせんでもないというこの中のやつポイント置いといて、でもう一個ちゃんと右も入ってるね、出して、これが今回紹介する靴なんですね。ということでですね、これまあ微妙な感じしちゃいます。スニーカーと言えればスニーカーな気もするし、アウトドア用品と言えばアウトドア用品な気もするけども、まあ、この靴をね紹介していきたいなというふうに思いますので、本日の流れとしては、まあ、まずはね、この外観とか、あと特徴、この特徴めちゃくちゃ軽いんですよとかも先に言っちゃうけど、めちゃくちゃ軽いんですよね。まあ、これ履いてるか履いてんか分からへんぐらい軽いんちゃうかっていうぐらい軽いんですけど、まあ、そういったとこ重さとかもね、実際測ってみて、まあ、見てもらいたいなというふうには思うんですけど、そんなとこ見てもらって、次にデメリットとは言いながらも、こういう靴って何て言うんですかね、アウトドア系にしてはちょっとここデメリットちゃいますみたいな話をしていて、その次にお勧めしたとは言いながらも、こういう用途で使うんやったらめちゃくちゃこれ良くないですかみたいな話をして、最後サイズ感でおしまいにしていきたいなという流れでいきたいなと思います。いきたいなと思いますが連続しましたけども、まずは外観から見ていきましょうか。ざっと外観から見ていってもらいます。はい、まあこんな感じでね、まあ半分がスニーカーっぽいけど、半分見たクロックスみたいな感じのデザインになってますね。で、裏側はどんな感じっていうと、なんかソールは見たことない、これはオリジナルでしょうね、ノースフェイスのオリジナルのあの感じになってて、中はね、まあ、スニーカーのあのクッション材みたいなのが入ってるんかなということで、特に紐とかはないですね。ここ持ってピュッて足入れて、でピュッて足出すみたいな感じのスタイルなんですけど、この柄がね、一応なんていう柄かというとですね、ケルプタンフォレストフロアプリントっていう風に書いてますね。これブラックバージョンもあるんですけど、このケルプタンなんとかは今年モデル、2021年モデルかな、もうちょっとだけ値段1000円ぐらい高かったと思うんですけど、これが、ベースキャンプモックの外観ですね。ではね、この靴の特徴いきたいなと思うんですけど、まず一つ目はめちゃくちゃ脱ぎ履きがしやすい。これパッて足入れるじゃないですか。でパッて足入れるだけで、あれもう OK なのねと、でもう歩いていけるのねと。でそういうのってサンダルとかで分かるじゃないですか。僕今履いてるんですけど、こういったねサンダルタイプのやつがやったら、まあ確かに足ピュッと入れてそのまま歩けるからいいけど、ただこういうのってね、つま先がやっぱりないから、ちょっとね机の角っちょで足元ゴツンなんかいてもったらもう飛び上がるから痛いじゃないですか。やけどこれちゃんと前もカバーされてるから、こうスニーカーライクな感じでしっかり守られてんねんけども、脱ぎ履きがしやすいと、まあ、これがね多分、まあ、あのキャンプアウトドアとかで使うような感じでいいですよね。例えば朝とかバッて起きてテントから出る時とかに、いちいちブーツ履いてるやつもめんどくさいけども、これやったら足スッて入れてそのまま歩いていけるし、でちょっと地面とかが石とかがあったりとかしても、ちゃんと足先とかもカバーしてくれてるので、履きやすくて脱ぎやすいっていうのが、まあ、スニーカーとかブーツとかとは大きく違いますよね。ただね、これ後でも言うんですけど、このかかとのとこね、ちょっとちょびってなってるじゃないですか。このちょびね、めちゃくちゃ硬いんですよ。ビビるぐらい硬くて、ギュッてやっても折れないんですよ。そやから昔の中学校の時の上履きとかやったらですね、かかとすぐ折れるんですね。ペタンペタン、あんなもんやっしーからすぐかかと折って、かかと折って歩いてたりしたらですね、学校の先生にお前かかと踏むなって言って怒られるんですけど、まあそんなことが皆さんあったと思うんですが、これに関してはね、かかと踏もうと思ったら刺さるんですよ。だからめちゃくちゃ足痛いので、かかとは踏めないと思ってください。だから適正サイズじゃないと、ちょっと小さいサイズ選んじゃったりしたら、かかとんとこのここ踏んじゃったら、こんなことなったり、あと痛くなったりするので、まあぜひ気をつけていただきたいなっていうのが、まず脱ぎ履きがしやすいということになっておりますね。やっぱりティッシュケースの上に置くとですね、いつバランスが崩れるかわからないという、まあハラハラのね、スリルがありますので、楽しんでいきたいななんて思ってはいてるんですけども、その次の特徴としてはやっぱり軽いんですね。めちゃくちゃ軽い。脱ぎ履きしやすくて軽い。どれぐらい軽いのかというと、まずポンと測ってみるとですね、この重さ自体が 230g とかその程度ぐらいしかないんですよね。230、40とかぐらいしかない。
っていうことで、まあこれがベースとして思ってもらったらいいんですけど、じゃあ次に例えばコンバースとかあるじゃないですか。でコンバースのオールスターとかでもですね、あれで 400g ぐらいあるんですね。だからあれが 400g ぐらいあって、これ230とかしかないんやったらめちゃくちゃ軽いやないかと。ほんでエアーホースとかやったらですね、あのナイキのねエアーホースあるじゃないですか、白の。あのこれも中学の時にみんな絶対1回は買いましたよっていう、男子やったら1足は絶対持ったことあるはずっていう、エアーホースですら470とかなんか450とかそれぐらいあったりするんですよ。ってことはこれエアーホースの半分ぐらいの重さなんですよね。これ2足でようやくエアーホースが片足分ぐらいになってるので、めちゃくちゃ軽いと。あぶねえ。まあそんな感じになってるので、まあ、まあ軽いっていうのは分かっていただけたかなと思います。でその次の特徴としてはですね、この形って持ってある方やったら分かると思うんですけど、持ってない方からしたらですね、スニーカー以下でサンダル以上なんですね。だからスニーカーとサンダルのハイブリッド版みたいな、脱ぎ履きしやすいし、しっかり保護もされてるっていう、めちゃくちゃこの形考えた人よう考えてんなと思うんですけど、まあこれね、いろんなブランドからこういう形で出されてると思うんですけど、もっと一般的に言うならあのクロックスですよね。クロックス的な感じの、 あのまあスニーカーバージョンと思ってもらったらいいかなと思います。やっぱクロックスっていうとちょっと若い子が履いてるとか、ちょっと子供が履いてるっていうイメージあると思うんですけど、まあ、大人がクロックスっぽいやつ履きたいんやったらこういう感じになってくるでしょうというのがね、このキャンプベースなんちゃらやとは思います。ほんでじゃあ次、そういう話は分かって、まあ、軽かったり便利やったり脱ぎ履きしやすいのは分かったけども、じゃあデメリット、何がこれ微妙になってくんのっていうとですね、まず一つに濡れると最悪っていうのも、なんでかというと、この外側に関してはね、合皮が使われているので別に全然濡れたって中に伸縮することないから全然安心かなと思ったりするんですけど、ただこの辺はねもう完全にメッシュになってるし、なんやったらインソールなんかね濡れた日最悪。スニーカー履いてて靴の中ビチャビチャになった時ってもうこの世の何よりも終わり。もう靴下ぐちょぐちょなってて、踏むたびに水が浮いてくるんですね。ぐちゅ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 浮いてきて、もうあの時ってもう満員電車のおっさん連中に囲まれた時より辛いじゃないですか。まだ満員電車のおっさん連中に囲まれた時は鼻こうやってね、自動的に、まあ手でやるのはちょっとあれやけど、こうやったり、今やったらマスクしてるからね、なんとかなるけども、この足元ぐちぐちバージョンはもう何やってもあかんですね。もう風呂入らなあかん。もんでしかもしまいには足が濡れすぎてふやけてくるんですよね。おばあちゃんみたいな、おじいちゃんみたいな足になってくるので、もう濡れちゃうとおしまいというのが、まあこの靴のまあ、デメリットかなと思うので、アウトドアで使うっていう場合には、まあ結構濡れちゃったら終わりなんで、そう考えたらね、例えばこういったサンダル形式、さっき言ったクロックスとかもそうですけど、こういうのは別に濡れても問題じゃない、ないじゃないですか。ただその代わり、こう硬い岩とかね、歩くってなったりしたら、ちょっと足元は怖いなって、ぐねったりしそうやなと思うけど、まあそういう一長一短があるので、これに関しては、まあ濡れたらちょっときついんちゃうかと。ぐちょぐちょになりますよということになってて、その次がですね、この表面がですね、合皮で作られてるって言ったじゃないですか。合皮やからもうボロボロなるんですよね。でボロボロなるって、よく合皮のジャケットとかってあると思うんですけど、なんかレザージャケットとかでも、なんか1万円とかで買えたりして、安いなーってようよう見たら、合皮やないかと。人工の皮やないかということで、人工の皮ってもうパキ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 割れてくるんですよね。もう2年3年持ったらもうパキ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 割れてくる。で、僕は経年劣化っていうのが大嫌いなんですよね。経年変化は好きよ。デニムが薄くなったりレザーが味出てくるのが好きなんですけど、経年劣化、ボロボロなんて切れませんとか機能が落ちましたとか、そういうのは僕あんま好きじゃないので、まあ、この辺はね、僕と同じような感覚の方は、うわ、それ確かに合皮これ使ってるんやったらもう絶対この履きじわのこの曲げるとこからもうバキバキになりますやんっていうのがもう考えただけでわかると思うんですけど、この辺はまあデメリットになってくるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次は対しておすすめの使い方とか、おすすめの人どういう人なんかというと、まあ、僕はね一応これキャンプ用として購入はしてるんですけども、例えばそうやったらもう玄関のスリッパ代わりに置いとくとか、やっぱ大の大人がねクロックス履いてねその辺コンビニ行ってんのってもう浪人生ちゃうねんから、なんかちょっとこれはちょっとちゃんとしやなあかんでっていう時には、これやったらねちゃんとスニーカー履いてるんかなって、こうスリッポン履いてるんかなっていう感じに見えるけど、かかとないからね楽なんですよ。そういった玄関とかで履くとかもそうやし、まあ、サンダル感覚で使えるっていうのももちろんいいし、まあ、アウトドアはね僕これから使っていくからアウトドアのこの時にいいですよみたいなことが今言えないんですけど、まあ、こんなんはねどんどんアウトドアで履いていけばいろいろ分かってくるんじゃないかなというふうには思いますね。なので日常的に使うんやったら、まあ、サンダルの代わりとして使えばいいやろうし、アウトドアで使うっていうんやったらもちろん本来の使い方ですよ。ただそれに関してどういいか悪いかは僕使ってこないので分かりませんということになっております。で最後サイズ感に行きたいなと思うんですが、僕普段28センチ履いてるんですね。28センチ履いててこの靴も28で購入したんですけど、絶対
対に小さいサイズは買わん方がいいと思います。っていうのもなんでかというと、まあ、僕これ適正サイズでいつも通りのサイズで履けたんですけど、さっきも言ったみたいにこのかかともうびっくりする硬いんですよ。どれぐらい硬いかというと、よくねアメトークとかでやってる足のねデコボコの健康なやつで踏んでったらなんか痛い痛いって言いながらサッカーとかしてるじゃないですか。あれぐらい痛いんですよ。だからもう全然折れ曲がらへんから、サイズちっちゃいの履いちゃうとかかとここにねガンって踏んだ瞬間痛いんですよね。だからサイズはまあ普段履いてる28やったら28がいいやろうし、27履いてんやったら27の方がいいやろうし、まあ何やったら上げるぐらいはいいと思うんですよ。上に上げるぐらいだったら全然いいけども、下げちゃうと 0.5 とかで下げてギツギツに履いちゃおうかななんて思ったりしたらですね、このなんせかかとが痛いので、まあこの辺はちょっといかがかなということで、まあサイズに関してはいつも通りで問題ないし、何やったらちょっと心配になったらもう一個上上げても 0.5 ぐらい上上げてもいいとは思うんですけど、下げるのだけは絶対やめた方がいいですよというところは言っておきたいなというふうに思います。ということでね、まあ以上が、こちらの靴になってるんですけども、まあ、僕もねこれからどんどんキャンプとかねアウトドアとかしていく予定になってますので、まあ、そこで履いてたら、あこいつ履いてるんだなと、どうなんだろうなというふうに、まあ見てもらったらいいかなというふうに思いますので、本日はですねキャンプベースモック SE を紹介してみたという動画になってます。これ正式名称で言うんか分かってるか分からへんけども、合ってるんか分からへんけど、まあいいでしょうということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。